はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日はですね、ガシャポンダッシュ、07ですね、07で、紹介できなかった、メリクリウスと、ダブルオライザーの方がね、無事手に入ったので、こちらの方ちょっと軽く、紹介していきたいなと思います。はい、それじゃあ、ちょっと軽く見ていきましょう。はい、ちょっといつものオープニング通りじゃなくて申し訳ないんですけどね、よいしょっと、こいつらをとりあえずいらないとして、はい、それじゃあ見ていきましょう。まずメリクリウスですね。メリクリウスなんですけども、劇中のあのデザイン、あの完璧にデザインされてますよね。すごくいいと思います。かっこいいです。なんかメリクリウスは初めてかっこいいと思ったな。はい。裏面のこのディフェンサーの部分も、しっかり造形されてて、とても形も良くていいと思います。はい。で、腕の部分ですね。腕のこの肩の部分と、頭のメットの部分、それから腰の、部分は、全部メタレッドで塗られてますね。はい、とても綺麗でいいと思います。同じバイエイト と、比べてみるとこんな感じで、青と赤ツートンカラーでね、とてもかっこいいと思います。これで矛と盾が揃いましたね。トロワとヒーローの、バトルも再現できます。はい、でですね、以前紹介したダッシュ、これビルゴなんですけども、とちょっと比べてみてみたんですけど、足の関節が全然違うんですね。はい、よいしょ。ちょっとあのダッシュ7からまたちょっと回し始めたんで、それ以前からちょっと多分始まってたと思うんですけどね、この段からかもしれないんですけども、よいしょ、足のパーツが全然違くて、よいしょ。はい、こちらがビルゴの足で、ビルゴの足は、はい、このように、足と腰で、成り立ってますね。はい、関節部分はボールジョイントでできてて、そこにこう刺して自由に動かすことができると、そんな感じだったんですけども、こちらのダッシュ7のメリクリウスだとかバイエイト、それからダブローガンダムなんかもそうなんですけども、腰がここのジョイントっていうかパーツがありまして、よいしょっと、ランナーにくっついてるんですけどね、このパーツがありまして、このパーツに足をはめ込んで、こんな感じに、よいしょっと、腰の部分を作ると、まあ、そんな感じになってました。これ多分逆かな、逆のような気がするな。多分逆ですよね。はい、こんな感じになります。これで完成でした。はい。なんか、見ぬ間になんか進化してるんだなっていうのを気づいて、それを、なんだっけ、バイエイトと、オーライザーですね、が当たった時にちょっと説明しなくて申し訳なかったんですけども、まあ、こんな感じに結構組み立てやすくなってて、組み立てやすくというか、より、そうですね、動きがあるように改造されてるんですね。はい。途中で進化するっていうのはなんかすごいですよね。あと腕の関節ですね。腕の関節の、この関節パーツの部分も非常に取り付けやすくて、とても良かったです。はい。進化してるんですね。なるほど。これはまた集め始めてもいいかもしれないな。僕、関節パーツ作るときすごく指痛くなっちゃって、それがちょっと嫌で、あんまり作ってなかったりもしたんですね。はい。ちょっと自分勝手な理由で申し訳ないんですけども、腕ちょっと、とか指ちょっと痛くなるのはちょっと嫌だったんで、はい。まあそんな感じで作ってなかったんですけど、よいしょ。これだったらまた改善されたんだったら作ってもいいかもしれませんね。はい。じゃーん。そしてこれでですね、ウィングシリーズの、機体がまた揃ってきましたね。はい。あとエピオンなんかも欲しいですね、個人的には。エピオンとかトールギスも欲しいところですね。うん、後で、こちらのダッシュ7の、ウィングガンダムも後で手に入れたいと思います。はい。にしてもやっぱりこのバイエイトとメリクリウス、やっぱり2機並ぶといいですね。なかなかいい感じ。はい。じゃあ、この辺はちょっと置いときまして、よいしょ。続いて、ダブルオライザーの方を見ていきたいと思います。こちらの方すでに合体済みなんですけども、ダブルオガンダムまたちょっとネクストの時とちょっと違って進化してました。はい、まず進化に気づいたのが一番良かった点がここですね。肩のパーツの部分です。はい、GN ドライブを装着するための肩のパーツなんですけど、こちらの方ですね、個別で、動くようになってまして、こんな感じに動かすことができます。なので、まあ劇中でやってたこんな感じの、GN フィールド展開なんかもできますね。はい、これもうほとんどHG シリーズと変わらない気がする。まあ HG シリーズは足の関節もあるので、ね、また大きさも違いますからね、またちょっと違ってくるんですけども、あ、にしても結構いいと思います。かっこいいですよね、なんか普通に。
ちなみにネクストの時のダブルオライザーがこんな感じで、こちら塗装済みでちょっとあの印象随分ガラリと変わってしまうんですけども肩のパーツがですね、まあとりあえず前に動くんで GN フィールド展開とかはできたんですけども、肩のこの GN ドライブの、パーツの部分が、くっついちゃってて、肩とか腕とかを動かした時に強制的にこういう風に動いちゃうんですね。はい、その問題を解消したのは素晴らしいと思います。はい、こんな感じに動かしてもドライブはここまで動くと、こんな感じに動くので、腕を縦に動かしてもドライブはそのまま一緒にくっついてこないので、ここで個別でね動かすことができるので、この部分とても良かったと思います。はい、いやー、うん、あの進化してるんだなと思いました。はい、で、08じゃない07だったっけまあいいや、とりあえずこれについてきた、ダッシュベースを使うことで、よいしょ、はい、よりかっこよく、あ、やばい、よりかっこよく決めることもできますね。はい、一緒にしてかっこ悪くなっちゃったまあこんな感じにちょっと前かがみにすれば、浮いてるようにも見えますからね。はい、こんな感じで動かすことができます。はい、いいなぁ、ダブルライザーかっこいいな、やっぱり。ちなみにこちらのダッシュベースの方、従来の、それまでのやつのダッシュベースにも対応してますので、同じような動きをねさせることもできますね。はい、まあ、何せは、無事ダブルオライザーもできたので、あとはそうですね、スサノオだとか、マスラオだとか、その辺もちょっと出してほしいですね。一番欲しいのはやっぱりライバル機でやるリボーンズガンダムですかね。今回のダッシュに関しては量産機なんかも出てきているので、そうですね、アローズの主力モビルスーツであるジンクス3だとかね、その辺も出してもいいんじゃないかと思ってますけども、まあ、今後のダッシュの展開に、ちょっと注目ですね。はい。はい、というわけで、ガシャポン戦士ダッシュ07のメイクリスとダブルオライザーについて、ちょっと紹介させてもらいました。至るところで進化が見られた段だったので、そうですね、よりちょっと楽しくなってきたんじゃないかと思います。はい。ラインナップもなかなか結構いい感じなので、僕の好きな機体とかが結構多く出ているので、今後のラインナップに、期待しつつ、また待ちたいなと思います。はい。あと、こちらのダブルオライザーですね。暇があったらちょっとまた塗装してみようかと思います。はい。塗装することによってね、ネクストの時なんかも、随分いい感じになったので、はい。なんでね、また頑張って塗装してみたいなと思います。はい。というわけで、ガチャポン戦士ダッシュ07メリークリスダブルオライザーの紹介でした。紹介者のバシーと、ミクでした。はい。またねー。またねミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今、パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシュアートミクチャンネルをお願いします。はい。